a savior. Don't wanna be strangers. Let me feel like you know what to do. Leave your limitations, live and go against them. Just let go and start up something new. Cause I know what you planned out. Everything that you built up isn't what you want. And I know the life you're living isn't that fulfilling. Let me help you out. Lay your love on me. Leave your head and let your mind be free. Save yourself and leave the words you've spoken. Cause some dreams are meant to be broken.皆さん、サッカー見てますか？どうも、エアクラです。今回はベルギージュピラープロリーグ第6節ユニオンサンジロワーズ対ロイヤルアントワープの試合を観戦に行ってまいりました。今回も現地観戦映像たっぷり、日本代表町田浩樹も出場してますので、ぜひ最後までご視聴ください。さあ、乗り捨ての電動スクーターを駐車して着いた先がこちら、デュッセルドルフ中央駅。今回もこちらからですね、ブリュッセルの方へ向かっていこうと思います。バスターミナルは中央駅から歩いて数分のところにあります。ただここね、臭くていつもあんまり綺麗じゃないんですよね。まあそうは言うとりますが、今回もおなじみのねフリックスバスに乗り込んでいきたいと思います。ドイツ・デュッセルドルフからはおよそ3時間で片道約25ユーロ、日本円で4000円ぐらいですね。ブリュッセル到着。これスタバらしいですよ。おしゃれですね。ブリュッセル北駅から歩いておよそ30分、町の中心部にやってきました。こちらは世界遺産にも登録されていて、世界一美しい広場と言われているグランプラス。そしてこの広場で偶然にもベルギービールフェストが開催。となるとルナッサンス。無料でもらえるこのカードの QR コードを読み取ってお金をチャージしていくシステムみたいですね。どのビールもやっぱりアルコール度数高いですね。一杯目はカウンターで飲んでるおじいに勧められたこちらのビール。昼から飲むビールは最高。そして二杯目はこちら。こんだけ小さくて飲みやすくてもアルコール度数高いんで全然酔っ払います。週末にこうやって昼からワイワイ飲めるの楽しいですよね。でもちょっとお腹が減ったんで軽く何か食べようかと思います。もうそこそこね気持ちいいんで、ビールは今日はもういいかなって感じですね。こちらは北の海で獲れた新鮮な魚介を売る魚屋に併設された大人気のシーフードバー。地元の方たちからもすごく愛されているみたいですね。ということで、ルーネッサンス。結局ね、またビールです。そして注文したのはね、みんな大好きカラマリ。もうこれは間違いないです。
はい、そしてこちらはエビクリームコロッケ2個で、このお値段はね安くはないですが、すごく濃厚でね味は抜群です。よかったらこのお店一度立ち寄ってみてください。それではスタジアムの方向かっていきましょう。スタジアムまでは路面電車を乗り継いで30分ほど。サンジロのサポーターたちも見えてきました。さあスタジアムはもう目の前。スタジアムの向かいにはサンジロサポが集う飲み屋が。もうあれだけねビール飲んだんで、さすがにここではねもうルーネサンス。このホットドッグ、まあソーセージも美味しいんですけども、この挟んであるフランスパンがねまた美味しかったです。それではこちらのゲートから中に入っていきましょう。こちらがユニオンサンジロワーズのホームスタジアム、スタッド・ジョセフ・マリアンです。収容人数は9400人。特徴的なのはゴール裏ではなく、こちらのバックスタンドの方に熱狂的なサポーターウルドラスが陣取って応援をしているというところですね。はい、やってまいりました。今日のお席、今回はですね東スタンド B A 列の14番のお席です。お値段が62ユーロで、日本円にしますと約9800円ぐらい。 A 列だと一番前の列の席になるんですけども、この場合アウェー側のベンチがねこんな感じでちょっと手前にかぶってくるので、2列目以降ね取っていただくことを僕は個人的にはお勧めします。Thank you.
田君得意のノートラップランニングボレー反射シュート。いかがだったでしょうか。今回のスタジアム Vlog in サンジルということで、代表でもいいプレーを見せてくれた町田浩樹のね、クラブでのプレーをこの動画を通して皆さんにお伝えできて非常に嬉しく思っております。これからも現地の雰囲気、臨場感を感じる動画どんどん作っていきたいと思いますので、もしよかったら高評価、コメント、チャンネル登録などでぜひぜひ応援してください。よろしくお願いします。それでは最後はですね、ブリュッセルの街で見つけたイナバウアー式逆噴射の映像を見ながらお別れいたしましょう。今回も最後までご視聴ありがとうございました。エアクラーター20でした。バイバイ。